喧嘩量成敗とは、中世及び近世の日本の方原則の一つ。喧嘩に際してその利比を問わず、双方とも等しく処罰するという原則。中世後半になると、社会が不安定となり、社会総論などを訴訟によらず、実力によって解決しようとする古戦防戦が頻発するようになる。こうした事態に対応するために、無断的。 完結的に処理することを目的としたものである。その思想的背景には、中世の人々が、双方の損害を等価にしようとする、平行感覚と、総裁主義への強いこだわりが指摘される。当時の人々流行られた文をやり返すのは、正当な行為だと考えており、過剰な、やり返しが引き起こす、復讐の連鎖が止まらないことが珍しくなかった。 ここで言う喧嘩とは現代で言う少数人数による殴り合いなどといった老石事件のみを指すのではなく、本来の時期である騒動、喧騒の意味であり、一族や村落を挙げた抗争事件や境界紛争なども意味している。喧嘩量成敗は紛争当事者同士の公平感覚を考慮しつつ、緊急に秩序回復を図るための決手段とも言える。 問題を起こしたら、双方を処分するのではなく、問題を武力で解決しようとしたら、双方を処分、である。なお、当時の、平行感覚と、総裁主義に関する記録に残っている実例として、K の店にもっといを取りに来た下女が、品物ができてないので、店主を罵倒したことから橋を発して、最終的には、 侍軍団同士の落中での衝突に発展して、平家による調停で手打ちとした件が挙げられる。詳細は、喧嘩両成敗の誕生参照。その最古の例は、文案2年4月に、藤原伊勢守の名前で出された、喧嘩公論権否定士吉、有意配属者、不入理費、双方固め残罪、弱を固任入者、本人同罪児とある考察であるとされている。 ただし、それ以前においても古戦防戦を行う者に、フロンリヒ双方とも罰するとする規定は、官王3年9月18日に、室町幕府が定めた、兼務式目追加第60条に遡ることができる。ただし、これは、幕府の訴訟に従わず、実力行使によって、紛争を解決しようとするものを罰する規定であって、限定されたものであった。 それが時代が下るにつれて、双方同在、単純な公平という要素が強調されるとともに、支配者による訴訟規則の遵守という観点から、境総論以外の一般の揉め事に対する実力行使に対しても拡大したものと考えられる。こうした考え方は、戦国時代の文国法にも取り入れられ、今川氏の今川が名目録では、 喧嘩に及ぶやからは利比を論ぜず双方と申し材、喧嘩を仕掛けられても管理にしてこらえとりあえず恩便に、振る舞ったことは道理に従ったとして、罪を免ぜられるべきとある。武田氏の公衆ハットの次第には、喧嘩は、どのような理由があろうと処罰する。ただし、喧嘩を仕掛けられても、我慢した者は、処罰しないとある。 ただし、喧嘩量成敗を明確に定めた文国法は、この二つの他に、超素壁氏の超素壁氏定め書きの計三点に過ぎない。文国法を定めていない大名が、個別法令として喧嘩量成敗を採用した例は、少なくないが、これらは、最終的に、自力救済を抑制し大名裁判権を確立するための過渡的な処置であった。また、 その単純、明快さゆえに、しばしば安易な運用で、ことの利比が、ないがしろにされる危険が付きまとった。異根のある相手を名指しして切腹することで、相手にも腹を切らせる、私服という喧嘩両成敗を利用した復讐も、行われた。こうした風潮は、江戸時代前期まで監修法として継続されるが、文字政治への転換の中で、 儒学者たちからの批判を受けることとなった。最もあくまで批判は、双方それぞれにどんな非があったかを吟味せずに、同罪として処断するという乱暴な運用についてで、あり、喧嘩においては片方が正しいということはありえず、双方ともに非があるという理屈はわかりやすく、また双方を納得しやすいものであった。現代では特に子供の喧嘩の処断などで、 教師や親がこの理論を持ち出すケースが多い。また民間のみならず裁判所も、喧嘩の正当防衛に関する判例で、喧嘩量成敗を持ち出した例がある。ありがとうございます。